ろう。こんばんは。お疲れ様です。みんな見えてますか。なんかちょっと阿部君と200円来てますね。阿部君さんが持っている。どうやろう。普通に普通の大会をやりましょう。普通の大会です。シングル戦2キャラ持ちにする。2キャラ持ちにする。ゴー。水沼チュンリーは派手だからね。じゃあ普通のトーナメントやります。普通のトーナメント。で何を使ってもいいですが、1回負けたキャラは使いません。で2キャラ持ち。いいんじゃない。2キャラ持ち、あ、1キャラ持ちでダブルリングにしようか。押し寄せ、押しをどうやって使うの。いや、レシオ表がある。あんなの納得できないんだけど。絶対ホンダお得だから。ホンダ超強いかな。あれだよ、どうしようかな。100人でしょ。ダブルエリングでもいいか。オッケー、じゃあやるよ。はい、じゃあ普通のトーナメントでダブルイルミネーション形式、1人に2体持ち。 OK、 締め切ります。じゃあシャッフル、シャッフル。 OK、 やるよ、やるよ。1回戦第1試合、阿部敏対ハイジン、2キャラ持ちです。
何使ってもいいけど、一回負けたキャラはもう二度と使いません。次の試合、ミアが 1P、2回転 2P です。その後、マキリ対藤沼、これは対戦経験あるかな、やったことある、あるか。で、最後がクササルですね。はい、ダブルリメーション形式です。それでは始めていきましょう。一人二体持ちですよ。さあ、開幕はアベビン・ガイル VS ハイジン・エスリュー。何を使ってもいいけど、一回負けたキャラは二度と使いません。どん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 上に位に下がってキャラが狭まっていく。おっと、アベビン・ガイルね、強いんですよ。僕サブキャラ回されたことがありますから。これしかし最近は普通に普通に勝っている。さあ裏剣、ダメージ差がどうなのか。ダイエス追いつかれ、おっとこれは裏剣をもらってしまう。 SD の難しいところですね。まあ XD と違って前飛びが普通にできてしまう前が多いので、広いので、そこをうまく使っていきたいところ。うまい、新橋波動、そうです、ピオラない、ここでピオル3番で OK。 2キャラ持ちですよ。アベビンさん、ガイルもう二度と使いませんから、二度と。ダッシュいく、これ負けトーナメントもありますからね。どっちも使えない。 S 流に対して本堂をかぶせていく、全く新しい一つ。お、これはここまではアベリンペースだったが、おっ S 流の波動拳の隙の隙だった。そしてうおー、これはアベリンもびっくり。あ、みんなこんにちは、サラン。アビリンが、おお、これはなめてると危ないやつ。おお、アビリンがこれにリーチ、エスリーきついぞ。アビリン勝っちゃうのか、危ない、ハモーケン勝負、アベリン勝負いけるか、これはきつい。おおおお、根性打つのは悲しい。ラウンド3ファイト。一人2キャラ持ち、2キャラ持ち、あ、そうですね、アベリンさんが負けたら、ガイル本田以外を使ってもらうことになりますので、なので1キャラ目負けたら本キャラ出しちゃうのも手ですね。さあ、ハイジンがさっきはこっから負けだ。うおー、ハイジン、うおー、やりよる、アベリン。1回でも負けたらダメ、一回でも負けたら二度と使えない。うん、そう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 、負けそうになったら使うしかなくなるけど、一人2キャラ持ちで負けトーナメントもある。負けトーナメントもう使えない。
何しようかな。あ、次僕僕僕。僕と三宅。はい、こんばんは。今ね、ちょっと青いシャツ、あれ草くんが見えてます。今座るのはどなたでしょうかね。あ、今黒いシャツ映ったのが三宅さんです。こんばんは。で、お、懺悔対決？あ、キャラかぶせ。誰だ？これは、こんばんは。どうもどうも。今日はね、僕はこう、デッチ高校の方で。そう。さあ、三宅対、ニカ懺悔。さあ色はね、やっぱり黄色だからニカさんだね。さあこれは、あれは投げてもよかったよ。うまい。さあセカンドでいきます。よく見てるけど昇竜で、はい、ありがとうございます。その通り、宮さん対二階堂です。さあ1本目は順当に宮さんが取りました。さあうまいピオリーチ。さあ飛び込みレッパー。さあ2回目どうする、どうする。僕はね、これブランカあたりが面白いのかなとか勝手に思って。お、突っ込んできましたね。ラウンド1ファイト。やっぱりあれですね、英邦くんは緑ベースみたいな、ミカさんは黄色。もうだいぶ体力減らされて、はい、あーちょっと安かったぞ。やばいよ。さあニカさんの削りで手を取りました。さあこの一発とか二発止めがね、ほんとめんどくさいと思います。小勝利の空振りに こんな感じもそうですけど、やっぱ3発とか痛いですからね。まあ、剣は一方めくりに行って前段入れたいところですけど、あーメインがやられてしまったぞ。今ねちょっと聞こえたんですけど、かぶせの2回転聞こえましたよ本人から。お、あれ、ミヤさんも A 方形ですかね。緑系には緑系みたいな。さあ、さあ猫パン当たんなかった。さあやっちゃったね。これはまずいぞ。さあ出る、この手カード、これをね慣れてないと難しいんですよね。何回か2回しか突破せないといけない。さああと削りで終わってしまった。ラウンド3ファイト。松本人さんですね。おお来たぞ。さあ逃げられるのか。ジャンプ、そうですね、ジャンプコパンとか、はい、ダブル2の方が良かったか。さあ投げは投げられない。さあ立ち台け、下がおろそかだぞ。どう、いいよ、表から投げ、
さあ、スパコン持ってる。おお、これか。いや、ひりついてきましたね。さあ、井口ファイナルラウンド、はい。いや、だいぶ皆さんも良くなってきましたね。さあ、うまいぞ。次はスルーした。さあ、投げた。はい、ダブル2がいいっすね、あれ。さあ、いいよ皆さん、いいよ。さあまあ、裏回りから埋めた。ピアさん勝利。かぶせられたんですけど。あれ、かぶせのかぶせ。かぶせられたんですけど。あ、そうですね。オッケー。来ましたね。ワンピー。それキャラ迷うんですよね。お互い分かんない状態なんで。ウジルマは選んでるふりしてるけど。あれが良くないですか。最後5、4、3、2、1、はいみたいな。なくていいですよ、これやりたいように時間切れで、はい、あ、終わっちゃう。間違って決めても、それも味が合ってたなと。はい、これワンピーの白い竜は任せ。味付け竜だと。一方、スーピーは回すのが得意な藤沼くんです。素直に持っていく。こう竜もね、こうリバーサの勝利がちょっと違いますからね。あ、今度の、はい、あの小物道決まったの知ってます？はい、後でね、アビリさん知ってるよね。あ、鈴木さん、そう、鈴木対川端やりますんで、はい、このカードですね。激アツですね。どっちもしっかりしてる。うん、うまい。あ、また勝ちそうだけど、僕も頑張ってもらいたいな。いや、面白いですね。いや、じゃあ言いました。まだあるよ。さあ、マーカス頑張れ。ここはうわっ、はい、次は、はい、さあ、こっからやっちゃおうか。だーやったで、出た出た出た、大勝利。出るから、出るよ、出るから。2本目いいっすね。そう、いいよ、リスティ勝利っぽいの。ほんとね、まず画面見ないんですけど、はい、これぐらい結構強いんですよ。強いですね。これちょっと恥だからやばいんじゃないの、藤沼君。これ藤沼さんに負けても、あのフォークが出てきたりするんで。あー、また回す。そうですね。おお動きが剣だぞ、マーカス。剣っぽい、鋭いやつですね、あれは。さあ、真面目だ、真面目な竜だぞ。さあ、ファイナル怖い。ああ、よかったよかったよかった。さあ、ここで逃げてほしい。おかわり。あはこれしかやんねえから、これ。そうですね。今、表情良かったでしょ。さあ、やりに行きましょうか、もう。そうですね。はい。あ、エスケンだ。いや、そうなんですよ。完全に叱りたいだけなんですよ、この人。でね、あの、ちょっと今日カメラに映ってないですけど、ドヤ顔やばいんですわ。ほんとに。そうですね、藤沼くんと、アゼのドヤ顔は、前回一品ですね。前回一品ですね。もう、優勝。熟練の。はい。さあ、熱い。これは熱いですね。まずきついでしょうね、うん、あの、XK と微妙な差がね、あ
当に服に出るんですよね、こういう繊細なキャラだと。おー、あー、動きは繊細じゃないけども、弾きを装備しないと厳しくないですか。あー、まあ確かに、あと水からダブラリですね。あー、さあー、これはさあ、消えない。おー、もう一丁、もう一丁、非常に優しいミドル、いいですね、ガチ中。さあ、え、すげー減ってる。さあ、勝利、ちょっと、あの勝利安心できていいですね。ミスティさんもこう、試験に行くかもしれないですよ。さあ、安くてもいいから確実に落とす。はい、お、いい踏み込み、ナイスカード。おお、勝利。これは削る。そうですね、これは安全な連携ですね。勝利拳、高くてもOK。次は藤沼悩むか、チュンリー使っちゃうのか。使いますね。藤沼、はい、久しぶりの登場ですからね、はい、昔の東西線とか見てない人はあんまり馴染みがないかもしれないですけども、ほんと毎週来てた。そうですね、コンビがメインです。さあ、いいガードになった。いやー、しかし S 剣はこれ結構 S 剣有利だと思ってます。さっきこけた後に、普通にこけた後に肉身でも結構面白いですよね。そうっすね、そうっすね。あ、安かった。あー、一回マイジャンプを見せてからの投げ。さあ、最終ラウンドか。あ、まだか。そう、S剣といえば若手のメルボラ君が頑張ってますけど、はい、このキャラ結構強いんで、おすすめではあります。あー、来た。あー、フジ、フジ、フジスペ入っちゃいましたね。楽しくじゃないから。じゃあ、さあ、シャルやりましょう、はい、ワンピークさです。藤沼チュンリー残しですね。さあ、キャラはあのタイムアップギリギリまで粘っていいです。ここはダメ。スタート、スタート押してね。ダメ、ダメ、スタートを押してください。はい、ワンピーはこれ草くんですね。ワンピー草、ツーピーシャル。いや、これ2人とも、おお、熱か。おお、 S。 あ、これね、はい、そんなに悪い勝負じゃないと思います。面白いですか。なかなかいい勝負になるんじゃないかな。じゃあ、これは立ち回りは S くんなんですけど、はい、起こした時に、はい、テクニカルの投げがかなりヤバいですよ。あー、右足だけに持ってた。あ、あー、これバードキックで逃げれますよね、うまく。それをジャックポンドにチップで一回カチッと、はい、スラも当たるので、はい、さあ、露骨、この露骨男、これこれこれ、いいですね、この手は。さあ、S チュンリー VS シャル、すごいな。早いんですけども、あれ仕込み気味にやらないと入らないですね。これ2人ともキャラ、まあメイン出てこないとは思うんですけど出てきたときは、うわー、やる。これ入んないですね、チュンリーは。チュンリーは違う、表からのコンボほとんどないんですよ。あー、厳しいですね。マガマシンガンぐらいいいかもしれない。あー、おっと、ある。あー、あと3ボットぐらい。あー、ロボット、あー、来るよ、来るよ、投げだよね、投げだよね。そうだと思った、これメイン同士でいったら、はい、相性的には草くんの方がいいですよね。そうですね、サブで言うと
ね、シャールさん何でも行けますからね、ここでやっつけて、ただしあのチュンリーとホンダに両方いけるキャラを選ばないといけないので、はい、あおさあ行きますね。なんかキサ君の時から聞こえてくる連打音がすごい不快なんですよ。うまいよ、パラパラパラって。さあ出るから、うまい、さあ出るよ、とお、出ました。どうし、伝統の先制キックは、X も S も変わんないんじゃなかったかな、確か。なんか S に自動の通常とかあんま強くないんですよね。あ、そうなんだ。かなり強いよね。クリーパンとかね、はい、下がりに使うんですよ。これ結構あれですね。シャルは知ってますね。知ってますね。まあ面倒くさいですからね、これから。知らないとやばい。あれも思ってから先飛んで昇竜仕込みは絶対通るですね。さあ、混ざってるぞ。さあ、これは真空持ってるので、この状況でもシャル有利。しゃがんでスタッフだった。次、ハイジン 1P、ミア 2P です。実は僕は、ハイジンちょっと2パターンあるかなと思ってた。はい、僕もアビビス上がってくるかなと。ここだけの反対でしたね、丸くん。まさかベガ出てくると思わないよ。さあ、聞いたよ。さあ、シャルペース、しかしさあ、これ何で終わるよ、隠れそうがない、なんだ、あさあ、シャル君はな、え、リュウとなんだっけ、 DJ か、シャル君がハイジン 1P、2P、ミヤです。ミヤケンがもういないからさあ別に何を使ってもいい、死んだキャラ以外。最近アルビンシリーズ増やしてるんですよ。増やしてる、ええ、このキャラが 今になって増えてる。結構強キャラばっかりなんです。ブランカとかリュズ・シャガットとかヨエザンギー、下から選んでるかなり強いですよ。お、ミヤベが、これは結構いいと思いますよ。結構ベガって、なんか、合うところでもあるんでしょうか。おー、実は分かってた、ベガ、ベガやってた、そうなんだ。手上がりですからね、温まってますね。はいはい、ベガってキャラね、すげー面白いんだよ、おすすめです。おお、アルビンベガもコンボ使えないですけど、はい、結構勝てますよ、いろんな人に。コンボなくてもね、はい、意外にふわっとしたのがちょっと難しいけど、うん、そうですね、ジャンプがあの前に行き過ぎちゃうのが。さあ、露骨、そうですね、投げをうまく、お、これは竜巻だって、竜巻だって、そこそう、最強竜巻ですからね。ほんと削りはもうね、全部起き上がり竜巻でいいぐらいですよね。昇竜投げる、さあ、こっから分かんないよ。おおおお、踏んづけ裏にいる、めっきりですね。さあいいですね、怪人悩む。はい、次、藤沼が 1P、草 2P です。ベガか、あーでもハイジン君サブキャラが少ないんでね、もういっちゃう、勝負に行くかい、行きましたね。もう負けると負けトーナメントマジ厳しいですけど、おっと、美しい長沢ハマジが入って、はい、あ、この色で思い出しましたけど、
やっぱりディーベガを彷彿とさせる。ディーベガ使ってたの、そういえば。はい、なんかね、ミラーケンかなりダス、ハイパーが入ったんですよ。ハイパーやっぱり登竜門ですからね。まずハイパーから入るとね、はい、厳しさを知ることになりますからね。僕もね、始めた時、はい、リカさんお世話になりましたけど、あの時知らないままハイパー復帰組だったんで、あ、当時なんとなくダッシュガエルと、あ、始めたばっかりの子 X ホンダだったんですけど、ボコボコにされましたね。そうでしたっけ。はい、皆さんに同僚ハイパー予選だったんで、さくらにも、さくら来てくれますよね、はい、あの永田正月と、はい、鉄人さんが組んだ、はいはい、高道さんか、あの時は、はい、あれで優勝でしたね。皆さんにやられてしまった。あの時この色だとベガは池袋デブさんとか池デブ、はい、あと関西だとシックスさんとかね。シックスさんの緑ですかね。そうですね。そうですね。ですね。今は全然聞かないですけど、やめちゃったっぽいですね。あとね、ちょっとこう復帰してもらいたいですね。出が使いって消えたり減ったりするんで。はい。おお、うまい。ひめまるくんとかもね、全然見なくなってるんですよ。お、うまいよ。さあ、ミヤザンギがうまいんすよね。うまいんすよね。かなり遠くから釣ってくれたりと。あとね、こう、ゼンで、ザンギーマンのペコさんもうまいしね、ザンギが。ペコザンギ、当時、中野の店長のお店、何でしたっけ、ロイヤル。ロイヤル。結構、なんか、プロレスっぽい名前でエントリーして、こう、残儀祭りとか制してた記憶があります。うまいよ。おおおおおお、始まる。シーク、勝負。死なねえどころか、トップの方が。パチンってなんか、ドライの音聞こえましたけどね。これは楽しい。これでもハイジー君負けたらアマチュアさんに怒られちゃいますね。そうですね、怒りはしないと思うけど。でもやっぱりこれを組み合わせてマジむずいですからね。さあ、もう一丁すげーの減った竜巻暴れ、はい、あれがね、あと100点、あー、いい、オッケー、ミヤケンが取りましたね。準決勝、ミヤケン練習してある。ワンピー藤間、ツーピークさ、死ななきゃ何でも使っていいよ。まあ両、いや、ルーザーザール、ルーザーザール、ルーザーザールけども、キャラ増やしといた方がいいよ。このゲームね、いろんなキャラ面白いからね。楽しいですよ、めちゃくちゃ楽しいですよ。藤沼キャラ悩み、まあ DJ というと被せられるキャラがかなり少ないという、こういうルールがすごい強キャラなのですね。万能ですね、そういう万能ですね。ヘンリー、DJ、バルドグ、勝負してきましたね、あと、ダルシマ以外に大丈夫みたいな、そういうところがあって、うまいよ。さあ、スペシャル来るか。さあ、誤差 DJ、ね、さあ、全部投げる。ダルシム DJ は、ダルシムを DJ で倒すのはちょっと熟練しないと難しいですからね。ダルシムのキャラが難しいので、はい、ウスヌマツンディは DJ
みたいな相手は結構苦手なんじゃないかなと思うんですけど、人形っぽいあれはないですね。おーおお、サンマヒットする。おお、当てていく。うまい。ああ終わった、当たった。あれ終わりですね。あれ台はもうやることないですね。あの前ですね、一回ガードするしかない。 DJ はしゃがんでる方が、はい、クライン判定がちっちゃいので立つとガードできたかもしれないですね。おー今のいいけど、さあこれは、ああ、あ、今3発入れれば2発でもだいぶ変わりましたけどね。さあ藤沼これでドヤ顔を見せ、ドヤあれお、さが本気出す。これ負けられないやつですね。はい、そうですね、お互いに、お互いに新旧チュンリー対決。昔はね、この辺とパレ君が、はい、似たようなもんで、今は久しぶり強いですからね。そうですね、水沼君にもこれ慣れないと速攻に死ぬことがあるんで。 ありますね、火力が高い。とにかくさあ、これ入る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 。うおー、バレてる。やったやったやった。おっと、いやー動いてますね、試合が。見てください、このカメラ。どやどや、皆さん見ました、どや。録画残ってたらもうループしてもいいですよ、そこだけ。宇都宮、宇都宮あぜですね、やっぱり。あと、はい、シューティング D あれこそどやですよ。シューティング D さんにあのミルキーが似てますよねさあ、藤沼の強いところは、はい、返されても全然折れないところ。これがね、心理非常に向いてるところの一つなんですよね。なかったぞ。おっと投げるの、さうまい。踏みあれですね、やっぱりポスト藤沼、はい、その下にパレがいるみたいな感じがそのタイプで、そうですね、似てますよね。立ち回りの雑さとかね、そのあたりも似てるんですけど、でもやっぱ藤沼チュンリーはオンリーワンのその火力、そうですね、パコ絡みのコンボがあるんで。おお、すごい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 。うわあ、スパチュンリー死亡、藤沼が勝ち抜け、行ってしまった。そしてチュンリー使い切っちゃった。藤沼 2P、 ミヤ君、ミヤ君出番だよ。さあ決勝戦ですね、ウィナーズの決勝戦。ミヤ君が 1P、 藤沼 2P。 さあ藤沼はチュンリーとザンギが死んだのか、ザンギが死んだのか、チュンリーは生きてて、ザンギしか死んでないか。で、ミヤケンはね、ケン死んでるから、 X ケン死んでる。ホンダもあるんじゃないのこれ。いつの間にかペガソになってる。一キャラ余裕ある。1P 側ミヤ、2P 側藤沼、ブランカに対して S 剣、後から S 剣、これは来たな。でもこれね、一問的に欲しいなって思う組み合わせなんで、それがないと対空かなり頑張んないといけない。うまいよ今の。この後がそうですね、このローリングがかなり打てるようになるんですね。いいですよね。しかし、うまいよ、ちゃんとやったら圧倒的に S 剣です。これは対空だけ。あ
僕だけが来ましたねこれに加えてロケッティアがやばいという。そうですよね、前も後ろも垂直もどこまで強いんだと。おっと来たよ。これはもうちょっと攻め手が厳しいよ、これはこういうゲームが勝利減ったな今。おおおお、あと1ドップだからね。ジャンプ強パンチが減らなかったっすね。次僕とアベミンさんじゃん。あ、そうだ、やだな。何出そうかな、何出そうかな。ミカさんでも全部使うからな。カムセの2回転ですからね。僕ね、でも決勝を見越して、はい、チュンリーに勝てるキャラを残しておかなきゃいけないんで。アベミン、うわぁ、うわぁ、さあ、ミヤケンがすごいがっかりしてますね。もう体まで引き裂きましたよ。緊張しましたよ。だよ今のって顔。画面がなかったら骨まで貫通してますよ。宮野 SP、 しかしここまでパーフェクト。じゃあ、あの強判定を生かして。そうですね、危ねえ。当たったら来たよ。うわあれね、あの投げだと受け身取ってなかったら 100% 巻いたりしてくるんで、やりますね。もうあれは用意しといた方がいいですよ。その辺りがね、雑なのになんか火力差で勝ってくるんでそれがね、魔力なんですよ、彼の。おっと、投げ返した。今の投げ返したでかい。うわー、すげーや。さあ、これで、はい、どうなる。ミヤが S 剣も倒されちゃって、残すはえ、残儀も死んだんだよね。え、X 剣いない。もう満身創痍です。なんだろう、上に行くに従ってどんどん気付くなっていくトーナメント。最初の方でメインキャラ出すと、あ、そうですね、ね、気付きつくなるんですよね。でもまあメインキャラで勝てばいいってだけの話なんで。ちょっとでも藤沼君は温まってきたのかな。そうですね、これは、あー、おー、おい、あしょうがないな、今のは。あんな前でね、先月持ったチュンリーが中足踏んでやってたら何もできないですよ。剣だったらね、昇竜拳当たることあるんですけど、竜はあんま当たんないですからね。あ、でね、まあまあ、決めた。中ボスに逆転勝はなぜか3ヒットします。理由が分かんないですけど。さあ、勝利割った。くぐって投げる、爆裂、打ち切っていく。雑すぎる、うわー、強いやつで。チュンリーの腰で、まずはグランドファイナル、はい、じゃあ僕とミカさんやりましょうか。やりましょうか。僕 2P ですね。じゃあルーザーが始まりました。
誤解しそうですけど、ホンダが2回転、龍が阿部敏さんです。ホンダのことは知ってるよ。阿部敏さんが良い立ち回りでね、ホンダさばいていってますね。やられて嫌なことするだけだからねって感じ。これはいいシンク。注目は大井町で返しますね。もっと波動を動かして続くのか。ナイスガード。これは暴れが通って、もう龍がいい距離。2回転勝っちゃいましたね。残念ですね。アメリンさんが選択したのはシュンリーですね。これね、対空空の方が安定しないんでね、これをホンダ側が知ってるとニヤニヤしながらやってくるんですからね。さあループから逃げて飛行飛行。2回転知ってますね。いやらしい知識ですね。いやらしい知識。お、いいバックジャンプ。距離を取ってスコアモードか。こう打ちそうで打たないのがね、またなんかいいですよね。あと今のチャイルドパンタイプはうまい。さあしっかりと待てているのはアベビンチェンリー。長いちゃんも困った様子ですね。ナイスガード。やっぱりあれですね、あの大事なところはやっぱりね、距離取ったりガードしたり、またが本だったりですね。おっと、出ちゃったスピーバー。さあ、戦列を遠ざけて、シャッカンガード、これガードしていけないんですよね。ちょっと痛いましたね。剣、負けた。X 剣。S 剣は負けたけど、X 剣残ってる。これで、さあこれでルーザーズ始まっております。ルーザーズの S リューいいよ。 S 横目あ、X ゲーマーズありがとう。ホンダ強かった。ベイビーストーンが ワンピーガーマキリのスーパーリュー。スーピーガーはサビのサガト。 X サガト。X サガットどういう時に近いところがあるのか今はよくわからないが、あ、これは X 点読みですかね。マキリは最後のこれはおそらく S 級有利なんですけども、サガットの戦い終わりますね。おそらくアイソリュー。アサブサガット目がいいぞ。アバカが今日で入る。これは痛い。こっからどうする。やる。
さあ、波動砲でこれ使われてしまう。ただと水中ジャンプがちっちゃいのでかなり球を踏みづらいから、これ、渋い。サルドーフル、球が当たる。これは時間切れを狙うか。あはははははは、次僕と草くんだね。さあ負けに最後の1から、これで負けたら試合終了。サルくんはもういろんなキャラ残してますんで、今そもそも使えるキャラが多い。さあ2人ともかなり真面目系の特攻プレイヤー。真面目って英語でなんだ、真面目って英語でなんだ、真面目。おっと、ソウル助けたい。おおっ、スマートか。ジーニアスじゃないかな。ジーニアスは知的ですね。おお、上りバック。あ、シリアスね。シリアスか、そうだ。シリアスだね。かなりシリアスな対戦ですね、これは。上りコキック、 X 剣を寄せつけない。ギャルがいい立ち回りをしている。負けに崩れるか、崩れていく。これはタイガーチェのサイドが怖いが、いく。お見事。さあ、そこで勝利でもでかいですね。本当に強くなった。マキリ、さあ猿のかぶせが、うわ、ここでも当たる。サインヒット、あんまり減らないとはいえ下がったとしては相当大きなダメージ源。フェイントを絡めるが、フェイントに対して波動拳が当たってしまう。上ショットも混ぜるが時間がない。乗っていく。さあ、シャル、これで負けたら終わりですよ。バイトン、もう出すしかないやつ。ソウリュウバチコーン。さあヘッド、さあサルくん、うわー、これは完全マキーペース。うまーい。もう勝ちパターンが出来上がってますね。しかしシャルバイソンも勝ちパターンは豊富だぞ。さっきは昇竜食らって死んだが、今度は身長、またしても昇竜が当たる。めくり立つ巻きをガード、あれ表ガードなんですよね。ああ見て、さあ弾く、引っかかるかどうか。うっ、グランドアッパー下がり、あの下がりは昇竜拳が一方的に通じます。恵まれたキャラバイソン、ナイスヘッド。間に合うかどうか微妙でしたね。さあ行くしかねえところで掴み返す。波動を2回食らう。あー、しかしマキリもおもらしが、これは削り圏内なのでもう寄れない。どうする、
マキリどうする、どっから行く、これは厳しい、グランドストレート当たってジャルが勝ち抜け、かなりいい勝負だった。じゃあ2回転対クサですね。これはね、草くんのが小物だったということで、じゃあワンピースある 2P 配信、はい、バイソン出さないからお互いいやー、むちゃくちゃなキャラでしたね、バルログというキャラは。残ってないね、S 流と X 流死んだんで、一点は残してるね。いや、色合わせ版の方がね、本田戦はすげえうまいんですよ、あれ。ずっと地元で本田戦をやってただけある。僕、本田で全然勝てなかった。ネックリミテラーとか出
出るだけで本当に何もできなくなりますからね。さあ怪人がエスケン、そしてシャルがガイル、うおあるのか怪人、このルールで勝ち上がっちゃうのか。シャルバイス、シャルはしかし乗れない。あれはね、フック強昇竜ですね。フック強昇竜が前段ヒットするんで、フック、おい、さあサルガイルがノリノリ、しかしエスケンの火力があればこんなんすぐにひっくり返るぞ。これうまい、竜巻許さない。おっ始まるか、かけえよ、シャル君別に悪いことしてないのに。ああ、いい勝負だったのに。さあいよいよキャラがいなくなった。だからいろんなキャラ使っとけって言ったのに。おっ怪人ダルシム、ちょっと来ましたね。さあこのキャラの難しさを身をもって知るべき。ダルシム来たぞ。これね簡単じゃないですから、ダルシム側も。おっと、ドリルはね、ダブルまで綺麗に決める。ドリルはザキック、中キック、強キックの順に角度が変わります。これがジャグボタンね。ハイジン君なんか本当初めてずっと竜一本だからからね、全然わかんないと思いますよ。うわー、3段入って、これは9番ダブル、きれいに決めて終わり。勝ち抜けはシャル、さすがにきつかったね。シャル君連戦です。 2P が入ってください。側がこっちはニカさんか、ニカさんがベガ使ってて、ケンがシャルさんですね。もうなんかもう負けたんで俺はどうでもいいんですけど、
対応もできないし、キャラがシャルさん確かまだ倍賞の先使ったけど勝ったからまだ残ってて、ミカさんはバイソン使ってない気がするんで残ってるんで、バルログも生きてるみたいな。これはでもバイソン出すしかないんじゃないですかね。まだでしょうってキャリさんがすごい嫌がってるから出しといた方がええで、多分これ負けると、シャルさんが負けると多分バイソンバイソンになっちゃいますね、自然的に。まあでもね、ミカさんね、剣なんか苦手意識持ってる気がしたので、前聞いた時に多分膝メインで戦ってればね、なんかトラウマを思い出すんじゃないでしょうか。待ってましたって感じのコワコワ連覇。まあ、戦線はでも言うたってね、昔からやってるはずなので、マッツーさんと負けられない戦いがここにあるはずです。ミカさんも、しかし今のコアカーはうまかったですね。まあ踏んじゃって、ここはフライヘッド、さあ強い、こっからボールケン、さあ終わり。あー、しゃがんでるとあれか、3ドットぐらいだった。なるほど、しゃがみガードで3ドット覚えておきましょう。ちなみにチュンリーの場合はあれ、レッパは立ちガードすると逆にドットが少ないです。しゃがみガードよりも立ちガードした方が削れる数が少ないので、チュンリー使いは立ちガードしましょう。レッパーは立ちガード、バイソンは知らんけど多分しゃがみガード。さあバイソンもしくは対バイソン用に何か持ってるのか、エッサがフォーク、おバイソンですね。あんまりいい絵面になったのこのカード見たことがないんですけど、こけたらアンチャリからゴチゴチ抜くか、ちょっとコパンとか置いてオアするか。さあゲージ効率考えて、ゲージ合わせ、お当たらない、ラッキーなのかな。やっぱ投げは強いっすね、やっぱり見えやしね。昔ロン君と対マンしてる時にガパ投げだけで死んでたな、俺もよく見えないんだもん。さあまあなんかゴチゴチしないですね、なかなか。まあ、ボクサーにもね、なんかインファイト系のとアウトファイト系のといいますけど、バイソンが面白かったらアウトファイト系分かれるのかもしれない。2人が実はアウトファイト系、さあ勝っちゃいました、お疲れ様でした。皆さんとミカさん、ミカさんが 1P 継続、対してはこれはルーザーズのファイナルですね。ミカさんの今キャラ状況全然知らないですけど、ミカさんはもう DJ で確定なので、 DJ にそうだよね、ミカさんが DJ で S 流。まあ、これちょっと一昔前はS 流圧倒的有利っていう話でみんなそう言ってたんですけど、まあ、別になんか DJ 使いにこのカードを引いても別に真空ないだけ竜より楽だよっていう感じで言ってたような気がします。ちょっと今は昔と違うかもしれない。ただまあやっぱ波動拳が強いので、そこを、ね、DJ がうまくさばけるかとか出させないようにするっていうのが重要だと思うんですけど、うわ、うまい。
ピーサルタ下ピヨって、削り、あーなるほど、大勝負でいったら抜けられたのかな。さあこれで2キャラ目誰出すか。もうミヤさんが誰残ってるか全然わかんないですけど、多分剣とかは残ってないんですよね。残儀は生きてる、残儀は生きてる。 DJ 残儀はまあ誰に聞いてもいいカード。残儀に有利っていう人が多分多かった印象がありますね。なんとなく農業ハメ、このカラーといえばそれを思い出します。しかしハメられる距離まではいけなさそうな状況を叩います。なんかダブラリが出なすいい感じが伝わる画面から。うん、そうですね、ダブラリから飛んじゃいますね。さあパワーフットはちょっと悔しい。さあめくってくる、大剣めくり知ってる。あれやるだけで裏元よく分かんなくなるんですよね。本当に中継と大剣振るだけでも一部のキャラ分かんないです。フォークとかにもすごい有効なんですよね。あれちょっとこれでウィナーズとルーザーズの決まったんですけど、ルールどうなってるんですか。ん、4、あ、4キャラ、藤沼さんが4キャラでニカさんは2キャラ。なるほど、そうですね。で相変わらず死んだキャラは使えないですね。藤沼さんはチュンリー生きてるはずなので、そこが肝ですね。ニカさんはバイソン、バルログ、今の DJ も言ってます。ちょっとキャラ状況完全に把握してないんですけども、まあ、お互いちょっとメインの、あ、でも藤沼さんはザンギ生きてる。なるほど、DJ バイソン。ニカさんはとにかく2キャラ、バイソンと、あとまああとは多分カムセで残ってる藤間さんのキャラを見てどれを選ぶかってことなんですけど、多分バルネギが出てきそうな気はしますけど、とりあえずニカさんはできれば4盾目標ですね。これバイソンで多分それをやるかやらないか多分状況全然違うと思います。大剣って見てからっぽい。さあこれで事故らなければというところ。さあこれでライフ1を消費して次は何が出るか。バイソン、バイソンはでもね、うん、そうですね、バイソンホンダ。ホンダでよくバイソン入るけどよくわからないですね、この組み合わせ。まあ多分近いんでしょうけども、とりあえず削りで先敵を選択して、あーこれちょっとギャル下がっちゃって、いやそれちょっと組みは遅い。飛び込みだから入ると多分ほぼほぼ投げが発生するのが一緒のダメージ点なんですけど、ちょっとなかなか飛び込みがねって感じでした。まあ、ダイヤス刺さって体力差は若干本田有利。さあここでお互いゲージ、結構バイソン戦は本田オミニシを使いやすい部分の力になってると思うので、お互い貯めてからのスタートにも結構ありだと思います。大パンが叩っちゃいましたね。半端でした。さあこれちょっと状況が少し雲字が三田さん的には怪しくなった。あ、これ刺さった、やばいよ。しかしヘッドで切り返す、それゴブで戻しました。ヒット確認完璧。さあそうなんですよね、勝ったのは絶対遅い。
急所ひどいが3まで。また刺さる、よく刺さりますね今日。しゃがむ由来ヘッド。しゃがみぐらいヘッドはもうちゃんと当たったの見てコンボつなげなきゃいけないし、ね、基本的にバイソナタクシは置き攻めから空中から当てて多分確認しないで投げっていうのが多いと思うので、多分それをするかしないかで、飛んだ機体の力量が問われることは思うので、簡単に出がだっていないですね。さあ4キャラ目はじゃあチュンリーというところでしょうけども、この組み合わせは多分出が圧倒的に不利だと思います。カンパカラクレイジーは何もなさそうですね。安定削り、コメントから藤沼くんでが使えるのかと来ておりますが、使ってますね。もしくはまあチュンリーとね、あの足の速さとか似てますし、飛び下がれば終わっちゃうところとか藤沼さんのスタイルに合ってるのかなと。さあこれでチュンリーでしょう。さあニカさんはパーフェクトで今のところまだ1キャラ残して、藤沼さんは準備。さあ形勢逆転しました。ニカさんね、まあちょっとこの前の小物道に関しては結果はどうあれ金利戦はやり込んだはずなので、腕前のほど見せてほしい。さあ投げで死ぬとこわざわざコンボ、わざわざコンボ。さあ精神的に温めていく。ニカさんちょっとこれ勝ってほしいな、さすがに。シャリさんの声が後ろから聞こえた。みんな楽しそうに対戦してます。今バーサス来てください。さあゴチってクレイジーあるから削りきれない。まあでもいい選択肢でしょう。ジバ食った、ジバ食った、ジバ食った、ジバ食った。まあなんか短パンおもらしっていうのはバイソン使いあるらしいんでしょうがないかなと。チュンリーを殺すには S ホーク。ただまあね、藤沼さんも懐かしのシンさんとよくやってたカードだと思うので、結構嫌なことは知ってるはず。ボディクレスやったら絶対ボディクレスだとあれ動きになるのか。 S ホークは投げに打ちに取れない。これが結構痛いはず。さあお釣り取って、そうね、投げが強いというか、まあ S ホークでチュンリー相手するので、もしかしたらそこが実はチュンリーの強みで、もしかしたら S ホークできそうと台あんま変わんないんじゃないかって俺勝手に思ってるんですけどね、極まっちゃうと。まあそんなこと言って S ホークの方から負けてもなんとも言えないですけど、投げて、さあ露骨回すネタの読み。さあこれ、まあ使ってまあいいでしょう。さあ先月に対しての仕込み多分出ないので、全然あの距離 OK、 あれで使うのは。あー投げキャラだったチュンリー、お疲れ様でした。俺じゃダメだな。あー負けちゃった。優勝は藤沼です、おめでとうございます。ナムー。まあとりあえず
久しぶりに来て久しぶりに優勝ということでおめでとうございました。一言もらいましょうか。いや本当ですね、皆さん強くてびっくりして、正直シャルさんと草さんが嫌だったんですけど、お互いにトーナメントに救われてよしよしって最高にドヤ顔しながらね決勝待ってたんですけれども、本当楽しかったです。ありがとうございます。というわけで、今日は藤沼優勝ということでお疲れ様でした。また、来週は土曜日かな、来週土曜日ですね。ここからはいつも通り第2週第2土曜日ということでイベントやってきますのでよろしくお願いします。それでは本日はお疲れ様でした。はい、じゃあの試合楽しんでてください。お疲れ様です。